どうも、整体サロン朝日の富士山です。本日の動画は自分のかかとの丸みを感じる運動をあなたにお届けしたいと思います。ぜひ最後まで動画をご覧ください。始める前に、なぜかかとの丸みが重要なのかを解説していきたいと思います。足は親指、小指、かかとの三脚構造になっています。親指側には体重をかけられるが、小指やかかとには全然かけられない、そんな人も多いのではないでしょうか。かかとは骨を見ていただけるとわかりますが、丸くなっています。ではあなたのかかとは丸みを帯びているでしょうか。丸みを帯びてかかとを使えると、足首を反らすときにすねに負担がかからなくなってきます。膝が痛い人もこのようなかかとの使い方をしている人が多いと思います。本日はかかとを丸くするワークを紹介します。片足立ち、歩きやすさ、振り向きやすさ、すべて変わります。体が変わる感じを体感して楽な体をゲットしましょう。それではレッツゴー。さあ行くぞ。まずは歩きやすさを確認してみてください。運動を始める前の状態をしっかりと確認しておきましょう。本日はかかとを丸くするワークを紹介します。振り向きやすさも確認します。あとは片足立ちのしやすさも確認しておきましょう。かかとを丸くすると体にどのような影響が出るのかを本日は確認していきましょう。まずは右足からやっていきます。指先を上げるということをまずやっていきましょう。一番どこに力が入る感じがするのかを確認していきます。その次にかかとを床に沈めるように足を動かしてみてください。もしくは足の甲を浮かせるイメージを持って足を動かしてみてください。かかとを沈める方が意識しやすいのであればそちらでもいいです。足の甲を持ち上げる方が意識しやすいのであればそちらでいいです。自分のやりやすい方にしていきましょう。次は膝を曲げながらやってみてください。そうすることによってどこに力が入るのかを確認していきましょう。すねがパンパンになりますっていう人もいるかもしれません。どこが一番得意なパターンなのかを感じながらやっていきます。かかとを丸くするということを常に意識してください。本日のワークはかかとを丸くすることがメインです。地味な運動ですね。ですが全て変わります。この後また歩いたりしてみますので楽しみにしていてください。振り向きやすさどう変わったか。右がすごい振り向きやすくなりました。足の安定感、片足立ちした時の安定感もかなり変わってくると思います。歩いた時の右足の存在感がすごいと思います。そんなのも確認しながらやっていきます。本当に全然違いますよね。びっくりするぐらい。次は左足をやっていきます。まずは指先を上げてみます。指先を上げるとどんな感じがするのか、お、しっかりと確認していきましょう。で、かかとを床に沈めていく、もしくは足の甲を浮かせる、イメージしやすい方でやってください。膝は伸びていていいです。次に膝を曲げてやってみます。かかとが丸くないとですね、視点がしっかり取れないので、すねに常にストレスをかけて動くような状態になりますので、かかとを丸くするということを今回は意識してみてください。本当に全然違いますから、もう全部変わりますので一度体感してみてください。もう体って不思議ですよね。かかとをやるだけで振り向きやすさも変わると。左全然違います。片足立ちの安定感もかなり変わってくると思います。さっきグラグラしてたけどしなくなりました。歩いた時の足の感じを最後に確認していきます。歩きやすさどうですかね。
足の安定感はすごいと思います。お疲れ様でした。頑張ったね。はい、運動お疲れ様でした。かかとを感じるワークはいかがだったでしょうか。結構地味な運動ですが、効果を感じられたのではないでしょうか。かかとを床に沈める意識、もしくは足の甲を浮かす意識、どちらでもいいので分かりやすい方をイメージして運動してください。この運動で足がどっしりした感じや足が長くなった感じを体感できたのではないでしょうか。その足がどっしりした感じを意識して日々生活していくと、体にどのような影響が出るのかを感じながら生活してください。この運動で体の変化を体感できた方は、毎日実践して3週間は継続してみてください。皆さんの足を強化する運動に少しでも役立ていただければと思います。今回お送りした自分のかかとの丸みを感じる運動はいかがだったでしょうか。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が効果あったと思った方は、いいねや高評価の方もよろしくお願いします。ご感想は概要欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。